別準備するっていうよりは今まで通りに準備してこの戦いに臨みました。自分たち そのやりたいことっていうのは、まず守備からっていうので、守備からカウンターっていうのをチームとしては狙ってるので、守備の2人組だったりチーム全体で合わせてカバーリングだったりっていうのは話しながらコミュニケーション取りながらこの1週間はいいトレーニングができたかなと思います。自分も点決めれずチームも負けたっていうので、チームの雰囲気も良くはなかったんですけど、あえて追いついた時の観客との一体感だったりっていうのはやっぱもっと増やしていこうっていう話は出てたので、浦安戦で悔しい敗戦したんですけど、チームとしては指揮を落とさず一戦一戦戦うっていう気持ちで、いつも通り品川戦に向けて準備した形です。品川に対するイメージとか、去年普通で、リーグでは戦ったことなかったんですけど、オーシャンカップで、1回負けてた相手だったので、あんまりイメージはなかったんですけど、ミーティングだったり相手の好きっていうか F2 では味わえない攻撃っていうのは多分相手にとってあんなになってくるかなと思ったので、今日は自分の特徴を出せて2ゴールっていう形で勝利できたので、まず1点目ですが、ループシュートですね、はい、すごい冷静に見えたんですけど、上は狙おうっていうのは決めてたので、いい形になって冷静に、ループはあんま得意ではないんですけど、あ、そうなんですか、冷静に流し込めたかなと思います。2点目、はい、これまたかわしての冷静なゴールだったと思うんですが、2点目に関しては、キーパーと1対1でかわすっていうのは自分の得意な形で、ファーに流し込むフリーからの舐めるっていうのは自分の得意な形なので、それが今日リーグで出せたので良かったです。最後パワープレーの時間も長かったかと思いますか、はい、先週は自分たちがパワープレーで決めれてたので、後半の相手の勢いっていうのはやっぱどんだけいい守備してても、相手の前に転がったりやっぱチャンスになることがあるので、そこはやっぱチームメイト信じて最後まで戦ってくれたチームメイトに感謝しています。あの時間帯野村さんは何をしたの？そのパワープレー一応守備なんで塩でちょっと祈ってました。はい、立ち合わせに向けて、オーシャンカップで負けてる相手っていうのもあって、去年のリーグ戦も勝ててないので、今日勝ったこの勢いをそのままアウェーでもしっかり勝って、その後のホーム戦でもしっかり勝てるように、今週も来週もいい準備していきたいなと思います。今週立川のスカウティングしっかりして、立川の守備の穴を見つけて、また2試合連続ゴールしてチームの勝利に貢献できたりなと。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。試合を終えたばかりですが、感想からお願いします。ディフェンスのところからしっかり入って、カウンターで自分たちのスタイルが出せた試合だったかと思います。前節名古屋で後半の試合をしているというところがあったので、粘り強く守って、ディフェンスを取れるかというところが、この試合の大きなところだったと思うので、失点も最低限のところ、前節の試合がかなり悔しい負け方だったと思いますが、気持ちで引きずったりとかショックだったりとか大丈夫でしたか？僕としては初めての F リーグの試合だったので、もちろん悔しかったし、展開的にあそこで、失点してなければ勝ち点1を取れたっていうのもあったので、すごく悔しかったんですけど、チーム全体が次に試合が終わった瞬間から次に向かって進もうという気持ちで、今節に向けて準備をしてきたので、引きずる、はい、ということは、はい、特にありませんでした。品川に向けてはどういった準備をチームでされてきたか。3-1セットクワトロセットそれぞれ効率高くて、フィジカル的にも強くて速くてっていう選手が、個性を持った選手が多い相手で、いろんな対策するところであったり、自攻撃に対する守備の準備はたくさんしてきましたけれども、あくまで自分たちの守備攻撃守備から攻撃というスタイルは崩さず、そこをしっかり集めていきたい1週間になったなと思います。試合の展開を振り返っていきたいんですが、先制ゴールの野村選手のゴールがありました。前回とは違う展開で、思ったより早く2点取れたので、はい、得点した後というのは傾向的に失点をしやすいというのはよくあることで、得点したけれども僕としては一回ちょっと締めて失点しないように長い時間に行きたいなと思ってたんですけど、2点目取ってそんなに時間経たずに失点してしまったので、ここでガタッと崩れないようにっていうのは強く声をかけてました。
ハーフタイムですが、1点差になってのハーフタイムですから、どのような話を。もちろん 2-1 で終わらせるつもりもなかったので、もう1点取りに行くこと、取りに行きたいという気持ちはもちろん持つけども、あくまで守備のところを緩めないというところを見ることを感じました。パフォーマンスはどうでした。前節はやっぱ3点やられて、内容は言われましたけど、3失点っていうのはちょっといただけないなという形で、もう新潟さんも失点しないというところが僕の課題というか、与えられたところなので、よくボールも見えてたし、弾くとか技術の判断も選択もそんなに悪くはなかったかな。パワープレーですが、長く感じたんじゃないかなと思いますが、映像で見て、こうやって調べて、こうやって守るの、誰が生きているからこうしようというのは話になっていたんですけど、結構多分4分ぐらいかな、ワープサイズ結構長かったんですけど、みんなが上がってちょっと崩れても何回も誰がカバーしてるというのを続けてくれたので、僕としてはそんなに来ないシーンがあったわけではなかったので、それはもうちょっとこう僕の、クリアランスとかと時間を使うところは周りと合わせて、少しでも相手の攻撃の時間を減らすところは課題だったかなと思います。次節に向けてアウェーの立ち方、同じようなスタイルのチームですし、おしゃんかって苦しい負け方をしているので、アウェーですけど勝ち点3を取りに行くつもりで、また1週間準備したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。はい、ありがとうございます。